はい、パレスタラチョージ代表の郷蔵です。本日は久しぶりに YouTube 撮ってます。今日本当一日あれですね、 UFC の方がありまして、朝倉海選手とパントージャーの試合ですね。もう本当に日本の選手ファンにとって大注目のカードだったと思うんですけども、まあ、それの感想ですね。あと UFC メインカード全部良かった感想も言いたいと思います。でその後今日自分夜ディープの方も見に行ってたんですけども、もう本当にディープも UPR ホールの大会もメインの蒼井仁選手の試合も本当に、明日選手と蒼井仁選手の試合も本当良かったですね。本当蒼井仁選手強かったですね。もうでニューピアホールもすごい満員で盛り上がって素晴らしい大会でした。はい、でまあ今日はそんな感じで、まずあの朝倉海選手とパントージャー選手の試合をちょっと振り返っていきたいと思います。では行ってみましょう。はい、でも本当大注目の朝倉海選手とパントージャーの試合あったんですけども、やっぱり自分も結構本当大注目でしたよね。でなんか朝倉海選手本当インタビューとかから堂々としてて、やっぱりスター性のコーラがあって、自分もともとあれなんですよね、他団体のチャンピオンがやっぱり USC に上がって試合するときに結構一発目ってやっぱりインパクトあっていいと思うんですよね。ちょっと何戦かすると大体その状況が分かってしまうんで、だから今回本当にすごいフライ級盛り上がる形の、まあ、しかもラスベガスのナンバーカードでメインですからね、本当に朝倉海選手すごかったと思います。ね、インタビューかなんかでもこう英語でしっかり受け答えしてて、まあ、そのなんか英語のうまさみたいな話があったので、あんだけ喋れれば本当立派だと思いますよね。自分も今ちょいちょいこう英語を勉強してるんですけど、やっぱなかなかね、うまく喋れないですよね。だから本当朝倉海選手素晴らしかったと思うし、あのパントージャーと朝倉海選手が向き合ってる時に、あ、本当に実現するんだなと思って自分も見てましたね。はい、で試合内容の方を振り返ってみる感じだと、やっぱり今回の試合は本当パントージャー選手の良さがすごい出た試合だと思いますね。パントージャー選手やっぱり打撃に関してはすごい上手いってわけじゃないんですけど、やっぱ圧をかけながらの打撃が上手いんですよね。だから蹴りとかも蹴り自体が綺麗じゃないけど、今日も結構ミドル当ててたりとか、やっぱ詰めながらの展開、あとひるまない展開がうまいんで、やっぱプレッシャーかけてこう、あとは連打とかもうまいんですよね。普段の選手はちょっとこう軌道がこう雑な分見にくいっていうのもあるのかなと思います。あとやっぱりパントージャ選手自体がこう打たれ強いに、あのマネルケープ選手とやっててもこううまく打撃やってていったりとか、やっぱリズムがちょっと独特だと思います。それに混ぜて関節蹴りですね、関節蹴りを混ぜてすごいうまく組み立ててましたね。で朝倉海選手は膝を結構中心に組み立ててたんですけども、やっぱその先行の VTR とかで朝倉海選手の膝のシーン何回も出てるんで、当然ファントージャーはそれを警戒してたと思うんですよね。だけどまあ1ラウンドいい膝入ってた部分もあるんですけど、やっぱりこうファントージャー選手こう今までフライ級の重さを相手にもこう下がらないですよね。当然そのマネルケープとかもそうですけど、他にもだからモレノだったりロイバルとかも並みいるあれですね、打撃系のファイターとやっても打ち合えるような土壌があって、朝倉海選手やっぱりこう向かい合った時とかも体も大きくて、やっぱりフィジカル強さがあるんですけども、そこも普通にものともせず崩してましたよね。ただ1ラウンドの序盤のところはやっぱり朝倉選手もうまくこうかわしてたっていうのも、組み技もうまく入れしてたし、すごいいい面見せたんですけども、やっぱ要所要所でこう差が出てくるとかって2段階ですよね。一発目でパーじゃなくて、そこからしつこくいくところがその差が出てくるっていうか、そこはやっぱりパントージャー選手うまかったですよね。で最後の2ラウンドの時のバックの展開とかも、やっぱりこう普通の充実の選手だとバック乗って下になってもポイントになんなかったりするから、バックからガードに入る場合って充実だとポイントになんないんですけども、 MMA のファイターってやっぱり下になるのを嫌うんで、そのパントージャ選手本当にうまかったのが、まず足だけ入れてて、そこでうまくバック取りきれないなと思ったら無理に追わなかったんですよね。で朝倉海選手こうちょっとこうゆとりのある顔をしたと思うんですけど、あれ乗ってきたら戻せるっていうのが多分あったと思うんですけど、だからパントージャ選手一回足入れて飛びつく形に取らずに、一回リリースして崩してからパッて飛びついてるんですよ。だからあのバックの取り方でも2種類あって、こう足をちょっと1個入れてゆっくり入っていく パターンとパタッてこういう風に飛びつくパターンがあるんですけど、で飛びつくパターンの方がやっぱりリスクあるんですけど一気に取れるんですよね。でパントージャ選手やっぱりうまかったのは崩してから
見ていただければ分かるんですけど、パッて飛びついてるんですよね。でも飛びついた瞬間に4の字クラッチしてるんで、ほんとそこうまかったと思いますね。で、パントジャ選手4の字クラッチからの最後チョークで取ってるんですけど、4の字取ってワンハンドで取ってパームトゥーパームとワンハンド両方の感じでこうちょっと弓沿いに相手を反り上がらせるように決めてて、あもう本当にやっぱ一番盤石の体勢ですよね。だから本当にパントージャ選手強かったと思います。だけど朝倉海選手も本当にすごい、やっぱり UFC 初戦とかってなかなか本領が発揮できないところであるんで、その中ではすごかったと思います。で自分はもうもともとやっぱパントージャ選手って日本の中でなんかフライ級の中で、まあだいぶ前に大井久保選手とかに負けてるっていうのもあると思うんですけど、イメージがあれなんですけども、やっぱりこれ何回も言ってますけど、モレノとかに基礎で勝ってまして、モレノどんぐらい強いかって言ったらフィゲイレードとセットますからね。フィゲイレードなんてバンタム級の1階級上のピョートル、今階級上げててピョートルヤンってやってもセルぐらいの実力なんで、その辺の選手がやっぱ弱いわけないですよね。だからそのロイバルとかもそうですけど、やっぱり UFC のこうフライ級のトップの人たちは強いんで、で、まあ、よく朝倉堀口選手とこうパントージャの比較で堀口選手の方がその ATT は強いみたいな感じのイメージもあると思うんですけど、それもまたやっぱ練習と試合が違って、今この USC っていう一番トップの選手が集まる中でこう練習をしているパントージャが弱いわけないですよね。だから普通に考えて、だから USC のトップの選手ってやっぱこう練習してないとトップになれないんで、考えるとやっぱりパントージャ強くて当たり、ただパントージャ選手やっぱり他のフライ級の選手よりはやっぱりちょっとこうフォルムがちっちゃいっていうのもあるんで、やっぱりフライ級が一番適正なのかなと思います。パントージャ選手のこう政権も続くだろうし、逆に朝倉海選手は次どんな戦いになるのかが楽しみですよね。ただその本当に USC シビアのところは朝倉海選手今回まあメインイベントって一番いいところで出ましたけど、これでいっぱいになるんで、次じゃあ誰とやるのかっていうところですよね。でもし別にこれは全然仮定の話ですけど、次負けちゃうと連敗になると、じゃあ連敗ます、さあもう一回負けたらリリースじゃないかっていう、だからそんぐらいシビアなところなんで、だから今後朝倉海選手がどのように本領発揮して今回の試合をアジャストしてくるかっていうのも楽しみなんで、期待して見ていきたいと思いますね。その意味では前回ロイバル選手に負けましたけど、トップのロイバル選手とすごい激闘、本当に神一人のところをやった平選手の評価も多分相対的にやっぱり平選手もすごいんだなっていうのも多分日本のファンの皆さんも分かってくれると思うんで、やっぱりフライ級日本人選手強い選手いっぱいいるんで、今後日本大会やっても多分注目されると思うんで、今後楽しみにしたいと思います。でそんな中ね、メインカード本当に今回注目なカードがいっぱいあって、自分の中ではランドウェア対チェイドフォーをちょっと期待してたんですけども、チェイドフォーもともと好きで、やっぱ韓国人の選手、やっぱりその日本人の選手とこう比べた時にやっぱチェイドフォーもそうですし、ジョン・チャンソンとかもそうですけど、もうトップにアメリカで知名度がある選手で、そのチェイドフォーもちょっと一回こう抜けてて戻ってきてから、まあ、あんまりパッとしない感じだったんですけど、今回ランドウェアとやって、ランドウェア選手、まあ、日本の皆さんあんまり知らないかと思うんですけど、もともとロシアの M1 グローバルとかで活躍してた選手で、その時にコレスニックと2回やってるんですね。コレスニックとやる、そのランドウェアの試合、自分高木がコレスニックとやる時もあったんで、結構2試合とも見てるんですけども、その時もまあ一応ランドウェア2回勝ってるんですよ。結構競ってる試合だったんですけど、それに競り勝ってるランドウェアだから、まあそのなんか物差しとしてどんぐらいランドウェアとチェイドフォーがやるのかなと思ったんですけど、それをなんかチェイドフォーが圧倒してるのを見て、やっぱりチェイドフォー強えなって思いましたね。だから本当にこれからチェイドフォーの試合本当楽しみです。でそういう意味では相対的に自分が結構クロングレーシーの試合もブライス・ミッチェルとの試合も期待すごい見てたんですけども、でクロングレーシー前線でやっぱ近代 MMA に対応できてなかったみたいな反省もあった、どうやってくるのかなと思ったんです。結局組んできて、でブライス・ミッチェルとかやっぱりレスリングもあるし寝技も強い選手なんで、そのガードを恐れないっていうか、だから相手を恐れずにしっかり潰してくるって感じですね。まあそんな中で最後クロングレーシーが2ラウンドの終盤に腕十字決めてバック取りかけたところはさすがだと思うんですけども、最終的にその十字抜いてパウンドしたところにブライス・ミッチェルの強さを感じましたね。で最終的には3ラウンド引っ込んできたクロングレーシーを叩きつけて、ブライス・ミッチェルがパウンドアウトで勝ってるんですけども、自分なんかは本当にこれ見て、それ G6にもよく話してるんですけども、やっぱ相手の寝技を恐れちゃやっぱダメだと思うんですよね。で
まあ、クレベル選手もそうですし、クロンもそうですけど、クローズガードを主体で来るってことは、クローズガードから来るってことは立ち上がるっていう動作がないと思うんで、そうすると上にいる方がやっぱパンドは有利になってくるんで、そうなると相手の土壌っていうか、その自分が上の方が有利にある状態っていうのをちゃんと取れれば有利に進めると思うんで、まあちょっとこのクロン対ブライス・ミッチェルの試合を見てても、ちょっと千尋くんみんなやっぱり期待して見ててほしいなと思いますね。まあこう USC 朝倉海選手こう来て、やっぱ年末日本の試合のメインを務めるのは千尋くんなんで、はい、ちょっとそれも思いましたね。はい、千尋くんぜひ皆さん期待しててください。で、あとはそうだから、その後 USC の中では今回あのメインカードの、プレミアムカードだったんですけども、あのスターリング対エフロエフの試合とかめちゃくちゃ注目してたんですけども、それと自分の中ではギャリーとラフモノフの試合も期待してたんですけども、まあこうエフレイフとかラフモノフとかギャリーとか無敗の選手なんで、そのアメリカ人系とその今の流行り のラフモノフとかの系統の試合なんですけども、それでエフレイフもうちょっと俺スターリングに干渉するかと思ったやつ、やっぱスターリング強かったですね。タックルとか決めたりとかで競ってたんだけど、最終的にはエフロエフがそう自力の差で勝ってて、それもラフモノフとギャリーの試合もそうなんですけど、やっぱギャリーとかしっかり4つとかでしっかり対応できてたなと思うんですけども、ただやっぱりラフモノフの方がもう1手だけ低いタックルとかで決めて上手だったんですけど、2人ともこうスターリングもギャリーもそうですけど、無敗のもう強い選手相手に人は吹かせるところちゃんと作ってたんで、だからそう考えるとやっぱり今無敗の選手とかでもどっかしら取りこぼしてないけどこう隙のつきようがあるんじゃないかなと思ってたんで、だから今後の USC もいろんな選手、もう本当強い選手いっぱいいるんで波乱万丈で楽しみだなと思いました。本当今日 USC 楽しみましたね。でその後ディープも行ったんですけど、やっぱりディープの試合もいいカード多かったし、観客もいっぱい入ってたんで、やっぱり日本は日本の格闘技でその選手を知ってる中で見れるっていうのも面白いと思うんで、まあ、USC は USC で楽しめるし、日本は日本で格闘技で楽しめて、こうやって手軽に見れる本当に土壌があるのは最高だなと思いました。もう本当に今日一日楽しみました。はい、まあ、またちょっと12月ね、まだ年末試合がありますし、今週1週間後ですね、パンクラスではあのうちの期待の鈴木優斗も試合しますんで、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、今ちょっと自分の方でもあの勝つための MMA っていう、ちょっと試合に勝つためのちょっと特化した動画も作ってますんで、はい、それも年内にうまく発売できたらなと思ってますんで、それはちょっとお手軽な値段でいければなと思ってますんで、皆さん楽しみにしてください。もう本当格闘技最高、ありがとうございました。